吉田清成の肖像写真。吉田清成明治24年8月3日は、幕末の薩摩藩士、明治初期の官僚。元の名は美の字。通称は太郎。留学中の変名は、長江五百女。慶応元年に、藩の留学生として、イギリス、アメリカに留学。最初は公開学を学ぶが、後に、政治学、経済学に転じた。明治年の帰国後に、 大倉省に出資して、租税言の神、大倉省油を歴任、金本位制を主張する。明治5年に、外債募集のために渡米へ、カリフォルニア銀行やジェイコブシフト交渉する。ところが担保年出措置としての出力処分に、反対する岩倉施設団と衝突し、ニューヨークの新聞で報道されてしまう。それでもシフは、引き受けに前向きであった。 協議が必要であるというので、吉田は、主婦の代理人に連れられて、イギリスへ、快楽利率の交渉で、平行線に、情報の早いロンドンには、たくさんのオファーが来た。結局、オリエンタルバンクの申し出を受けて、条件こそ良かったが、申し込みの遅かったオランダ商館の方は流れた。翌年、外債は、年利7%で発行され、借入金は、大半が直ちに地金、ね。 用銀へ交換され準備金に充てられた。1874年にアメリカ滞在のまま同国駐在講師に任命された。明治11年に締結された吉田エバーツ条約で知られている。明治12年、全アメリカ合衆国大統領ユリシーズ・グラントの来日決定に伴って一時帰国し接待に当たった。明治15年に外務大輔に任命されて、 帰国、外務卿井上薫のもとで条約改正に当たった。明治18年に、農商務大輔に転じて、そのまま、初代次官に任じられた。明治20年に死者区に助せられて、7月26日に、元老院議官に転出。翌年には、数密顧問官となるが、病気のため47歳で休止した。生前、多数の手紙、日記、 記録などを残しており、これら2700通は、吉田清成文書として、京都大学日本史研究室に保管されている。若き薩摩の群像昭和57年、鹿児島中央、駅前東口広場に彫刻家の中村信也が、制作した薩摩藩英国留学生の像、若き薩摩の群像の一人として銅像が建てられている。墓所は、青山霊園。ありがとうございます。